分科会、GoTo 見直しなど提言へ。本日、新型コロナウイルス対策の政府の分科会の会合が開かれ、次のような提言案が示されました。まず、対策は3週間程度の短期間に集中して行い、感染リスクが高い状況に焦点を絞る。感染が急増しているステージ3にあたる地域では、都道府県の知事の意見も踏まえ、GoTo トラベルについてキャンペーンの対象から、 除外することを含め国の運用の見直しを早急に検討する。GoToEat についても食事券の新規発行を一時停止するなど対応を知事に要請する。地域の感染状況によっては県をまたぐなどの移動の自粛を求めることや飲食店などに対する営業時間の短縮を要請する。感染防止対策のガイドラインを守っている店と 守っていない店で対応に差をつけるべきだ。感染リスクが高まる飲み会などの回避を徹底する。テレワークを今まで以上に推進するとなっておりまして。現在、日本においては飲食店や、まあ飲食店といっても夜の街でございますけれども、会社や福祉施設において集団感染が発生しておりますので、 このような提言になっておりますが、GoTo トラベルについては、これまでに3000万人以上が利用しておりますけれども、感染者は100人程度であり、国内の感染拡大の原因と原因とはですね、なっていないものと思われます。また、観光業や飲食業に経済を大きく依存している自治体もありますので、GoTo を 止めるという判断は相当難しく、GoTo を完全に止めてしまった場合、さらに不景気になり、自ら命を絶つ方が増えてしまう可能性もございます。そうなった場合、結局のところ、コロナ関連死は減りませんので、全く意味がありません。現状、国民にとっても、企業にとっても、政府にとっても、 自治体にとっても、綱渡りになったとしても、感染症対策と経済を両立するしか道はありません。現在、新規感染者の数に対して、入院などが必要な方の割合は35%、さらに重症者の割合は0.5%にとどまっております。日本においては、他国に比べて致死率も低く、 現時点で医療崩壊も発生しておりま,せんまた、GoTo を止める前に、例えばリスクの高い50代以上の方や持病のある方などを対象から外すなどして、最低限ですね、リスクの低い方々が日本経済を回すことができるように対策を講じるべきでしょう。 全ての経済活動を止めてしまった場合、日本経済が完全にですね、潰れてしまいますので、日本政府にはこの感染症対策について、当然ですね、分科会の提言案も考慮しながら、感染症対策と経済を何としても両立する形で、 対策を講じていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。